カイアカネピ、カイアカネピ、カイアカネピ、1985年6月10日隊は、エストニアハープサル出身の女子プロテニス選手。4大大会女子シングルスで6度ベスト8に入り、当地のテニス選手として最高成績を出した選手である。これまでに WTA ツアーでシングルス4勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス15位、ダブルス106位。 身長 181cm、体重 74kg、右利き、バックハンドストロークは両手打ち。1991年にバルト3国がソビート連邦から独立し、それに伴ってソ連崩壊が起きた時、カネピはまだ6歳であった。それから2年後、カネピは8歳で家族と共にテニスを始め、2000年からプロテニス選手になった。 プロ転校後、カネピは、直ちに女子テニス国別対抗戦、フェドカップのエストニア代表選手に選ばれた。彼女は2002年の全豪オープンから4大大会の予選会に挑戦を始めたが、なかなか本戦出場に手が届かない時期が長かった。予選会は、3試合を勝ち抜かないと、本戦出場権を得られない。その間、カネピは2004年アテネ五輪に、 エストニア代表選手として出場したが、シングルスダブルスとも1回戦敗退に終わっている。21歳を迎えた2006年から、カイア・カネピは、女子ツアー大会で成績を伸ばし始める。2006年全仏オープン以後、彼女は4大大会本戦に直接出場する、力をつけた。全米オープンで初めて3回戦に勝ち進み、ビルジにラザノに5から7、2から6で敗れる。 十一月第一週のベルギーハッセルト大会で、カネピは予選から勝ち上がり、初めて女子ツアー大会の決勝に進出した。決勝では、第一シードのキムクライシュテルスとフルセットを戦い、三から六、六から三、四から六で敗れて、準優勝になった。二千七年全豪オープンでは、カネピは一回戦で、第二十八シードのフラビア・ペンネッタを破ったが、続く二回戦で、 地元オーストラリアのアリシア・モリクに敗れた。それからしばらく4大大会で好成績がなく、シングルス1.2回戦止まりが続いていた。2008年全仏オープンにおいて、カネピはエストニアのテニス選手として、史上最高成績を出した。2回戦で、第6シードのアンナ・チャクベタゼを6から4、7から6で破ると、続く3回戦、4回戦も勝ち進み、 史上初のベスト8進出を成し遂げた。準々決勝では、第4シードのスベトラーナ・クズネッツはワに5から7、2から6で敗れる。それから、彼女は、北京五輪で2度目のオリンピックに出場し、シングルス3回戦で、地元選手のリダに6から4、2から6、0から6の逆転で敗れた。同年秋のジャパンオープンで来日し、2年ぶり2度目の、 女子ツアー決勝戦まで勝ち進んだが、決勝で第1シードのキャロラインをオズニアッキに2から6、6から3、1から6で敗れ、準優勝に終わった。2009年の全豪オープンで、カネピはエストニアの選手として、史上初の4大大会シード選手入りを果たした。第25シードに選ばれた彼女は、1回戦で13年ぶりの4大大会本戦復帰を果たした。 クルムイコーシに6から4、4から6、8から6と苦戦した後、3回戦で、第3シードのディナラサフィナに2から6、2から6で敗れた。2010年7月、カネピは、イタリアパレルモ大会でフラビアペンネッタに64、63で勝利し、ツアー初優勝を果たした。ウィンブルドンでは、予選から勝ち上がり1回戦で、全仏準優勝者のサマンサス・トーサーを6から4。 6から4で破るなど、快進撃を続け、ベスト8に進出する。準々決勝では、ペトラ首飛ばに6から4、6から7、6から8で逆転負けを喫した。全米オープンでは、第31シードとなり、3回戦で第4、シードエレナ・ヤンコビッチ、4回戦で、第15シードヤニナ・ウィックマイヤーを破り、ウィンブルドンに続いてベスト8に進出。準々決勝では、 ベラズボナレは2、3から6、5から7で敗れた。2011年9月のトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントでは3回戦で世界ランキング1位のキャロラインをオズニアッキに7から5、1から6、6から4で勝利した。カネピが世界1位の選手に勝利したのは初めてであった。10月のクレムリンカップではツアー4度目の決勝に進出したがドミニカチブルコバに6、3。 67、57で敗れた。2012年の開幕戦ブリスベン国際では、ノーシードから決勝に進出し、ダニエラ・ハンチュコバに6 2 61で解消し、ツアー2勝目を挙げた。5月のエストリル大会では、決勝でカルラ・スアレス・ナバロー36、76、64で破りツアー3勝目を挙げた。全仏オープンでは四年ぶりのベスト八に進出したが、足の怪我により、 ウィンブルドンとロンドン降臨全米オープンを欠場した。4ヶ月ぶりに復帰したソウル大会では決勝に進出したが、キャロラインをオズニアッキに16、06で完敗した。2013年5月のブルッセルオープンでは、決勝で法、放卒を62、75で破り1年ぶりのツアー4勝目を挙げた。ウィンブルドンでは3年ぶりにベスト8に進出した。準々決勝で、 ザビーネリ式に3から6、3から6で敗れた。2016年以降は故障に悩まされるようになり、ランキングを下げてしまったが、2017年全米オープンでは予選から勝ち上がりベスト8に進出した。準々決勝ではマディソン・キーズに3、6、3、6で敗れ4大体開発のベスト4進出はならなかった。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。